今月もこちらの花瓶に生けていきたいと思います。まずですね、順番としてはミモザを最初に生けます。ミモザを生けて土台を作ってからチューリップ、スイートピー、麦という順番に生けていきたいと思います。まずはい、やってみますね。まずミモザですね。ミモザ結構下の方まで葉っぱとかお花とかついてると思うので、花瓶に入っちゃうところは綺麗にお掃除します。これですね、もうこれお掃除済みですね。これも、はい、これもね、ここ足元綺麗にねお掃除してください。はい、それでは生けていきたいと思います。これ竹切ったらこの口もね、あの切り口もちゃんと割ってあげてください。ミモザはね、こう曲がってることが多いと思いますので、その曲がりの具合に合わせてですね、こう花瓶に対して綺麗に広げてあげるような感じでね、生けてもらえたらなと思いますね。はい、こんな感じでミモザがね左右に広がるように生けてみました。はい、では次いきますね。はい、次チューリップです。チューリップも花瓶の中に入っちゃう葉っぱはね、綺麗にお掃除してください。よいしょ。こういう感じでね、お掃除してあります。ね。では、生けてみたいと思います。はい。さて、チューリップですね。多分長さ同じ長さで届いてるかと思うので、ちょっと低い子と高い子にして、長さ調整して生けていただきたいんですが、チューリップは花瓶に生けた後も伸びます。ね。ここの、この辺から、この最後の葉っぱのあたりから上、花首がね、お日様に向かって結構伸びます。どん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 伸びます。なので、あんまり伸ばしっぱなしにしておくと、間伸びしてかっこ悪くなりますので、その辺もうまいことね、日々の生け替えでですね、調整してもらえればなと思います。で、お日様の向きに、お日様の場所によってもね、向きが変わるんですね。例えば、ここに生けてたとしたら、こっち側が窓なので、多分次の日にはお花がこっち向いてます。なので、花瓶を時々回してあげるとですね、お花の向きが、調整できるかと思うので、それも、たまに気にかけてあげてください。それから、チューリップは、それこそ、お日様が出てる時はお花が開いて、で、夕方になると花がつぼんでっていうのもするので、その自然な具合もね、楽しんでもらえたらなと思います。今今回お届けするのは比較的まだつぼみのチューリップなので、これからどんどん黄色が強くなって、お花が咲いてって、このつぼみが緩んでくると、お日様に合わせて、開いたり閉じたり、それから花の向きを変えたりしていくと思うので、その自然な具合もね、ぜひ楽しんでもらえたらなと思ってます。はい。というわけでこんな感じで、次じゃあスイートピーをね、いけたいと思います。はい、ではスイートピーですね。はい、スイートピー。スイートピーはこのチューリップの後ろにこの辺に入れたいかなと、ちょっと手前にこの辺かに入れてみたいと思います。ではやってみます。はい、スイートピーが生けられました。それでは次にですね、このセリンセよいしょ、この子を生けたいと思います。この子はせっかく可愛い丈が長いので、このチューリップとスイートピーの間からこっちもこの辺にチューリップとスイートピーの間にぴょこんと出たいな。どっちにしようかな、この辺にしようかな、この辺にぴょこんと出たいなと思いますね。やってみます。セリンセをこのトップのスイートピーとスイートピーの間に、それからこっちの下のスイートピーとチューリップの間にセリンセを入れてみました。ね。
で、次はね、麦をね、入れたいと思います。麦もね、まあ、このスイートピーの後ろに入れるのと、あと、もう一本は、この手前に入れてみようかなと思いますね。やってみます。いけられました。どうでしょうか?と、ミモザを、まあ、枝ぶり見ながらきれいに広げますよね。で、その中で、その真ん中にチューリップをいきます。チューリップとミモザの間にスイートピーを置くと手前に行けました。から次に、そのさらにスイートピーとスイートピーの間にセリンセを置くと手前に、それから、麦も、そのセリンセとスイートピーのさらに奥ですね、に、背の高いところで置くと手前に行けてみました。こんな感じですね。はい。すごい春らしいね、お花がね、生けられました。はい。こちらが完成図ですね。まず、ミモザを、枝ぶり見ながら、こう、花瓶の中に広げていけました。その間に、チューリップを、よいしょ、いけました。チューリップとチューリップの間にスイートピー。チューリップとチューリップの間にスイートピーね。で入りましたね。そしたらその次にスイートピーとスイートピーの間にセリンセ。こっちはスイートピーとチューリップの間にセリンセね。でその間に麦をぴょこっと覗かせた感じで、はい、こんな感じで完成しております。さて、これね、こんなに一生懸命アレンジしてるのに残念なことに、チューリップきっと毎日花の向きが動いちゃうと思うんです。なので、もうチューリップの向きに合わせて、この後はね、生け替えてあげると、チューリップの自由気ままな感じに、ね、合わせてお花を生けていくと、そのチューリップの自由さを楽しめるんじゃないかなと思いますので、やってみてください。